アクター・ダーダキは、江戸時代中期の元禄時代に書かれたと考えられている各藩の藩主や政治状況を解説した本。当時の政治状況や各藩に対する認識を示した珍しい資料として注目される一方、編著者名や制作された目的も未だ不明で、謎の資料とも言われる。申し巻き8、理ョー区か、第2弾路から取られたと推測される。 記述内容から元禄3年から4年にかけて、脱行したと思われる。原本は、和都寺本前43冊、主観に総目録、第1巻が、徳川将軍家の子祖新田義重から家康までの略伝、第2巻第42巻に師範を含めた、諸大名242人について、審判を先に、次に、諸範の順に記述されている。初判の中の順は、 一部の例を除いて、ほぼ国高の高い方から公順に記述されている。一種の各藩の新種録とも言えるものであり、このご江戸時代後期に漢本として流通した武漢の講師となったとも言われている。が、土屋クだーだきは現在、東京大学資料編纂所書が増しているものしか確認されておらず、あまり一般には流通しなかった本ではないかとも考えられ、それゆえ、 謎の資料と言われている。儒教に基づいた教訓や道徳に基づいて、辛辣な評価が書かれているのが大きな特徴である。審判、譜代、ざ様の区別を問わず、むしろざ様の大半大名には、比較的好意を持った評価が下されている。逆に、儒学や古典籍の教養がないものを、文がないとして低評価する傾向にあり、また、 男食趣味の大名に低評価を与える傾向がある。各藩ごとの記述の形式は整然とまとまっており、各藩の概要について比較して読むことができる。全国諸藩を同時期に調査し、その街中の噂すら採取されている内容から見て、幕府の当局者か将軍家に近似した誰かがこれらの調査を行いまとめたという推測がされてきた。よく言われるのは、 隠密を使って各藩の内容を先行調査したという説である。また、記述のように土アクター,ダーだらきは現在一周しか伝わっていないが、ことから何らかの事情により未完成のまま原本のみが伝わった可能性も指摘されている。受教色強い記述内容から徳川綱吉の意向が反映された可能性は高いが、幕府がどれだけ関わったのか、それとも、 幕府とは関係なく編纂されたものなのか、ともかく、前書きも奥付けも全くない資料のため、その辺著者や目的などが未だ不明の資料である。著者に関しては、綱吉の側近、牧野成里だとする説もある。土アクター,ダーだあだきの一部を紹介している。ありがとうございます。